さて今度は昭和6年の今日ですが、満州事変が勃発してますね。日露戦争で日本は満州をものにしましたが、中国側の対日感情は誠によろしくない。特に昭和3年の国民政府が誕生して以来、反日のムードは中国全土に広まっていったんですね。こんな時、昭和6年に外蒙古を旅行中の中村石野という2人の日本兵が中国兵に殺されるという事件が起こり、続いて27日には朝鮮開拓民と中国の人たちが衝突したりと、誠に険悪な空気。そして昭和6年の今日、午後10時25分ごろ、宝天国境から2キロ、満鉄線の友情港付近で爆発事件が起こったんですね。これは中国側の計画的犯行だという日本軍独立守備隊は中国軍を攻撃、2時間余りで占領してまったんです。ここがその激戦地。どんどん進め、どんどん占領しろ。兵隊さんたちはただ命令に従って進んでいきます。ここは宝天城ですが、戒厳令が敷かれていて物々しい感じですね。ところで当時日本軍の兵力はわずか500名、それが1万5000人の中国軍を破ったなんて言ってましたが、昭和21年の極東軍事裁判ではこのことも、それから鉄道爆破もみんな関東軍のでっち上げだと暴露されてしまいました。当時の関東軍司令官本庄茂中将は、満州の日本の権利を守るんだと関東軍に出動を命令。こうしてますます戦争は激しくなっていくんですが、この満州事変の勃発からあの悲惨な長い戦争に移っていくことになるんです。